反対側も行ってみましょう。そうしましたら今度は右足を前に伸ばします。左足を重ねて立てていきます。そうしましたら下の足を曲げていき、まず2つの座骨を床に下ろしていきます。さらにいけそうな方は膝頭をぐーっと揃えていきます。もし座骨上がるようでしたらお膝は楽なところで構いません。足先まで力抜いていきましょう。左足が前に出ています。両手を伸ばしていったら今度は右の手を上にしながら重ねてきます。肩が上がらないようにできるだけ下に力を抜いていきます。肘をぐーっと合わせていったら手と手をぐっとセンターに持ってきます。どうしても肩で上がりやすいのでできるだけ下げたところで行っていきます。さらにいける方、手のひらを合わせてお顔の中心線に持っていきます。一回呼吸吐きましょう。力抜いていきます。そして肩の位置はそのままにしながら吸うタイミングでお肘をぐーっと上に上げていき、肩甲骨と肩甲骨の間を広げていきます。また呼吸を吐いて、吸うタイミングで少しずつお肘の位置を上げていきます。ご自分のペースで3回から5回続けていきましょう。左右差もあるかもしれません。動かしにくい方、ご自分で認識しながら少し呼吸をしっかり入れる感覚でしたり、ご自分の固まっている方を丁寧に行いながらバランスをとっていきましょう。ゆっくり呼吸を吐きながら腕を下ろしていきます。